はい、今回は我が家に来たハムスターをちょっと紹介したいと思います。10月のですね22に購入しました。近くのペットショップですね。で、名前はプースケ。よろしくお願いいたします。で、誕生日が9月と。で、男の子ですね。で、ゴールデンハムスターのキンクマっていう種類ですね。男の子なんでちょっとこうお尻の方に膨らみがあるんですけど、で、今回は2回目の購入ですね。1回目はもう 2,3 年ぐらい前に、ロボフスキーっていうちっちゃいハムスターを買いました。で、まあもう古いんで今回このハムスターのために全部、揃えましたね。そのまあ揃えたものは、まあ、そのうち機会があったら紹介したいと思いますけど、で、前買ってたロブスキーハムスターはですね、ちっちゃくて可愛いんですけどすごい臆病でですね、全然寄ってきもしなかったんですけど、すごい逃げ回ってたんですけど、今回このキンクマはすごいおとなしいっていうか、もうちょっと逃げるっていうよりはこう威嚇してくる感じで、詰め込みすぎじゃないかな、手を近づけると近寄ってくれるんで、すごい飼いやすいのかなと思いますね。で、この今ご飯食べてるんですけど、すごい頬袋にですね持ってるんですよ。心配しちゃうぐらい。で、こう近づいてきてくれるんですよね。可愛いやつです。なんでプースケをまた機会があれば動画撮りたいと思います。で、可愛いお尻スローモーション。僕はプースケー。